こんにちは、まんまるなです。ダイソー、セリア、キャンドゥ購入品のご紹介です。今回は毎年売り切れ状態が続くアイテムをゲットしてきたので、その使い心地も含めてどんどんレビューしていきます。最初にご紹介するのがダイソーのアイスバッグです。毎年品切れになる店舗もあると噂の人気商品。液体を入れて凍らせると簡単にアイスキューブが作れる夏にぴったりのアイテムです。ブロック状に仕切られたポリエチレン素材の袋が24枚入ってて、1枚のバッグから24個のキューブが作れます。これを使う時に一緒に用意したいのがロウト。注ぎ口はそんなに広くないので、ロウトを使って液体を注ぎます。今回は2種類のキューブを作ってみました。まずはブドウジュース。多少こぼれる可能性があるので、こぼれてもいい場所で注いでいきます。袋の中で凍らせるため、ホコリや冷凍庫内の匂いがつきにくい上に小スペースで冷凍できます。ちょっと濃いめに作ったコーヒーも凍らせます。翌日確認するとちゃんと凍ってました。ハサミで必要な分だけカットするそうなのですが、1回で全てカットし、フリーザーバッグなどに入れておくと使いたい時にすぐ使えて便利です。一個一個がバッグに入っているので、キューブ同士がくっつかず、必要な分だけ出すことができます。次にご紹介するのが、セリアやキャンドゥで販売されている吸着ペアリングシートです。凹凸になったペアのシートになってて、一方を壁などに貼り、もう一方を浮かせたいアイテムに貼れば浮かせて収納できるというものです。耐荷重は 400g です。セリアやダイソーでシリーズ化されている、何度でも貼って剥がせるフィルムフックのような感じなのかなと思ってたのですが、どうやらこちらは一度剥がすと吸着力が低下するタイプのようです。私が浮かせたいのがこちら、ウェットティッシュボックス。
こちらを使いやすい場所、シンク下に浮かせたいと思います。まず浮かせたいアイテムに一方を貼ります。もう一方をシンク下に貼りました。逆さにつけた方が使いやすそうなので向きを逆にしてみました。こうすればこのままウェットティッシュを取り出すこともできるし、ケースごとパッと取って別の場所で使うこともできます。次にご紹介するのがセリアの A4 ハーフラックと A4 ハーフトレイです。これを複数組み合わせて引き出しを作ることができます。まずこちらが A4 ハーフラック。別売りの A4 ハーフトレイと組み合わせると2段3段と自由にアレンジできます。一つずつの組み合わせだとこんな感じで引き出しになります。この2つの組み合わせでスタッキングすると2段の引き出しが出来上がります。ハーフラックの底にジョイントがついていて、切り離して組み立てると高さのある段を作ることができます。さらに最後にハーフラックを乗せると3段の収納が出来上がりました。一番下は高さがあるものを収納できるので、ちょっと高さのあるストックを収納しておくのにぴったり。上段にはアルミホイルのストックなどを載せます。我が家のこちらの棚、せっかく高さがあるのに有効活用できてなかったのでこちらで使います。トレイは滑り止めがないので、勢いよく引き出さないように注意が必要です。ちなみにトレイにはちょうど卵パックが収まるので、冷蔵庫での収納にも使えそうです。次にスマホアイテムを2つダイソーで購入しました。まずは置いても手持ちでもスマホを固定できる 2way のスマホホルダーです。アイデア商品がたくさんある猪俣化学のもの。使えるスマホのサイズは幅80ミリ、厚み10ミリまでのものです。スマホを挟む幅を調整できるベルトもついてます。素材はポリエチレンで、このようにすごく柔らかくてふにゃふにゃしてます。
早速私のスマホを固定してみます。まずは横に挟んでみました。ベルトで自分のスマホに合うように調整できるので、きっちりと両側を掴んで固定してくれ、安定感があります。一つ思ったのが、両側がしっかり挟まれてしまうので、スマホによっては電源ボタンや音量調整ボタンをずっと押された状態になってしまう可能性があります。縦にするときはこのまま立てられます。またホルダーの向きを変えれば、スマホをさっと立てかけることもできます。スマホリングとしても使ってみます。ホルダーで固定し、中央に空いてる穴に指を通せば、縦でも横でも使えます。ベルトのサイズ調整をしっかりやっておけば、このように動きはするものの、ずり落ちてしまうこともないぐらいしっかり固定されてます。一般的なスマホリングのように、向きを変えるときに挟み直さなくてもいいのが地味に便利です。そしてもう一つ購入したのが、簡易防水ソフトケース。濡れた手でそのままスマホが操作できるので、お風呂の中で使いたくて買いました。ただし完全な防水ではありません。収納可能なスマホサイズはこちらの通り。サイズの見本も入ってます。チャックは一重になってます。濡れた状態で操作してみました。先ほどのスマホホルダーと一緒にお風呂で使いたいと思います。お風呂の中での濡れた手での操作もバッチリしやすかったです。しばらくこのまま使い続けてみましたが、すでに持ってるものに比べると曇りにくい気がしました。最後にダイソーのコンパクトタオルのご紹介です。旅行の時などに便利なかさばらないタオル、サイズが3種類あり、こちらはレギュラーサイズ。他、ラージとスモールがあり、それぞれ入ってる枚数も違います。まさかタオルになるなんて想像もつかないような見た目です。最初店舗で見た時はラムネに見えました。このままだとかなり硬くて、手で割ることも全くできません。材質はパルプ 100% です。少量の水をかけるとふわっと広がって、あっという間にタオルに。強く引っ張っても破けることもなく頑丈です。
少々湿った状態のタオルにはなりますが、外出先でハンカチを忘れた時用にポーチに入れておいたり、長期の旅行で念のためタオルを持っていきたい時にも、これなら数個入れておいてもかさばりません。使い捨てなので、使ったらその場で捨てられるので荷物にもなりません。他にも防災グッズの一つとして備えておいても良さそうです。